単純にその今その28までこうあの海外旅行もされなかった、ええってお話もありましたけども英語の,その講師っていうところにこう疲れたなんかそのきっかけみたいなものっていうのはどういう感じなんでしょうかいまちょっといただいてこ,この辺がちょっとあんま答えることないかな一言だけ言っとくと英語の講師についたきっかけあこれしかなかったってなんかちょっとかっこよく聞こえちゃうな。 の何もない僕高校時からずっとバイトいろいろしてましてあのココイチのカレー屋とかにちはそうか <laughs> あと工場で働いたりとか弁当<ー>ファミリーマートの弁当作ったりとかいろいろしてたんですけどなんか僕どれも合わなくてしんどくてで塾が時給高いからそれだけで始めたんですよね。時給が まあ当時それこそここ一部に言っていいのかな720円でしたけど時給が。で塾はスタート僕2 0 0 0円ぐらいだったからな,なんでも全然違うじゃないですか。<laughs> うん、でなんか偉そうに教えて何も怒られない怒られないで大きかったですね。<laughs> めちゃくちゃゃく工場で怒られてました何よりも、まあ、僕時計が逆に回ったんですよね。あの工場いるともうほんといあとあと病針があと32回回回ったら帰れるとか思うのにあの塾で教えてると。 あと5分しかないってで、まあ基本的に延長しないんですけどあの勉強を長くやらされると嫌だろうからでもちょっと悪いと3分だけくれなんつって残業してるんですよねだからまあ単純に楽しかったんでしょうね、うんまあ、きっかけは時給ですけどそれがまあなんか今の経験になってるそうそうそうですで就職活動もせず塾が忙しかったので。 でそれとだからよく学校の先生とよくあの一,緒一緒にっていうか似てると思われるんですけど全然違って学校の先生は学校先生もっともっと真面目なあの仕事であって塾はなんか夕方だけ行って授業でやって終わったらすぐバーンって帰ってっていう,うん、うん、僕はやんないですけど例えばサングラス入して入ってくる人とかもいますし <laughs> それが許されちゃうっていうか授業さえちゃんとできれば <laughs>、ええ、いろんなキャラクターの方いらっしゃいますもんね。そ、ええ、<laughs> そうう あと、んな中学、何だかんだきりし,しゃべれますけど <laughs>、切っていただいて構いませんけど、はい、中学の時に通った塾が楽しかったんですね。<ー>あのなので、だからそれがあるんですよね。うん、面接の時に、世間お前何になりたいんだって言われて、いや、別に、ない <laughs> っっあでもなんかサラリーマンも嫌ですね、みたいな。まあ、ちょっと尾崎豊が聞いてたんで。あの、の時に、普通怒られるのに、その先生が、 ああなんかお前いいなっつって,って今思うと面倒くさかったのかなと思うんですけど <laughs> <laughs> なんか褒められたんですよ <laughs> ああそういうのもいいなって言ってなんかそういうなんか認めてもらえるというかうあとはだからうちの中学厳しかったんでもうあの悪さをするとすぐみんなの前で坊主にされたりとかうもう公開坊主ああ今じゃありえないやつあですねやば <laughs> いやつですねであめめてるだけで往復ミンター <laughs>、えー、の中学なんですけど塾行くともう 夏休み中に髪染めていこうが整髪料つけようがどんなシャツ着ようがで僕はあのボールペンで書くんですねノートあの消しゴムとかめんどくさいんでうん、うん、ボールペンで書いてようが一切怒られないって結果が全てというかう勉強できたら褒められるし答えたら褒められるし、うん、ボールペンなんて褒められちゃってああいいなと汚さねえしなんて言われて <laughs> だから塾が楽しかったっていうありますね。う 確かにこう学校通ってるとその。 そそれが教育みたいになりがちですけど、なんていうんですかね、ちょっとあの親戚のおじさんみたいな位置に塾があるっていうのは<あー> <laughs> いいですね。そう,そうそうそうなんですよ。おじ、悪いおじ。<laughs> <laughs> あのー、漫画に関わる方の前ですから、とえっとバトルロワイヤルの漫画化されたののなんかなんかかっこいいだな,なんか誰か主人公ですけど、はい、のおじが悪悪さを教えるっていう、そのタバコを教えたり、あ<ー>まあ昔そういうのありましたよね。はい,はい。はいはい 父ちゃんはやっぱ教えないけど。<laughs> おじは悪さを教え。親戚がゃとったそうそう。だから塾の先生って七年立場なんですよ。親とも違う、うん、学校とも違う。でもそれこそや、ややりませんし、今やったら大変だけど、悪さを教えても許されるというか。なんか裏技も教えていい、あの勉強のですね。うん,うん、うんっていう、とか、あと、学歴の本音を教えますよね。うんうん、お前ら、僕言われたのは、この大学以上行けと。あの中学の時なんですけどね。うん 高校行ってこの大学以上行っと、だいたい月給がこれぐらいもらえると。あ<ー>うん、ではまず25歳で25万稼げるようになれみたいなこと言われたんですよ。うん、中三の時に。うん、でその時にはこの高校行ってこの大学行かないとダメなんだ。それがいいか悪いか正しいかどうか置いといて、まあ、強烈に新鮮でしたよね。ね。っていう。なるほどね。うん、先生としても今そういう感じでいたいなっていう。 そうですねただ、えー、っと時代がそれを許さないで, <laughs> である程度痛いなっていう自分を若い時にずっとやってきたんでもうやりきりましたね<ー>、ええ。でも僕今48なんですけどもやっぱり40超えるとちょっとあの痛いおじさんになってくるんでそろそろ変えなきゃなっていうのと <laughs> 何よりもまあ時代が許さなくなってきたんで <laughs>、うん、まあこか不効果でもまあ若い時は割と、まあ、みんなこの仕事してる人はまあちっちゃい GTO みたいな <laughs> <laughs> いうところがありますよね。<laughs> えー それが塾の先生に許されること、うんうん、っていうちょっと似てるかもしれないですねあ<ー>学さんの編集者なら許されること、はい、学校の先生と同じことを言わないっていうよくも悪くも、うん、ええっていうそれがこう魅力となってこう学生側もやる気になるっていうのはやっぱりあります、ねうん、ありますありますいややっぱそうだったなという気はします、ね、やや学校で認められてる人は別にいいんですよそれでうまくいってるんだから。 親に認められれてる人もそででいいんですよた、ね、だから両方とに認められない人がいっぱいいてそのの時にこう出てくると響きますよね <laughs>、うん、福山の言葉がでもあれですかやっぱりそういうふうにあのアップデートはもちろんされてるんでしょうけども、はい、時代に合わせてとかやっぱりその根本的にこう教えたいことあのこれをやっぱり身につけてほしいっていうそこの部分はずっと変わってらっしゃらないんですか そうですね。うん、あの、まあ、一応英語屋なんで、まず英語はやんなきゃいけないなってあの、うん、英語を教えなきゃいけないなと。うん、教科書しまえと。俺の授業聞けっていうのもやってみたいですけど。<laughs> <laughs> 英語教えてなんぼなんで、うん、科目は英語だって関正夫じゃないので、あの、まず英語を教えてで、やった上で、で、その延長として。で、全然関係ない話も一切しないですね。必ず、その、時制を教えてるときは時の話をして、過去と未来の考え方で、えー、こうだよね、とか。 あの、まあ、僕よく言うんですけど、あの、じえー、っと、告白したら振られたって過去形、日本語ですね。振られたこれ一回にでいきない。 告白すると振られるっていうのは現在形になるから昨日も今日も明日も振られるっていう意味で常に振られるからこれ大変な悲劇だよねっていうあの <laughs> で最近告白したみたいなあの <laughs> そうすると盛り上げるやつが言ってくれるんですね <laughs> 実は昨日とかあのもう浪人時浪人生なんかもうめちゃくちゃですからあの好きな人いるのって言ったらいる隣のラーメン屋のお姉ちゃんが好きなんです一回行かせたことあるんですけど <laughs> 授業中にダメだった。<laughs> で今最初のほうるんですよね「いや俺そうね」女の子もキャッキャ言ってるし「でも行け」っつって僕もあの時26して若かったんですけど「行かないときゃったら俺行くぞ」みたいな「ツ <laughs> <laughs> リーよなんて言われて「恋のライバルがそこにいた」と「こってうまくいっちゃったらどうすんの?」って言ったら行ったっていうだからそういうまあ楽しい場だったんですけどでまあ話戻ってその結局絶対関係ある英語元は英語で発声してまあそのいろんな話をして自分のしたい話とか「まあ、人生ってこうだよね」って言いたい時は言うし。 あのそんんな感じですね,ね佐原さんこういう先生っていうのはそうですね自分の高校生の頃を思い返してもうなんかちょっとそういう先生お多かったなっていう気はしますねうん、うん、ちょっとあ,のあんまり特定されちゃうとあれですけど<ー>すっごい髪の長い男性の先生とかでいつもロックの T シャツ着てる人でですいや塾塾ねとか。<ー> まあ、そういう先生に学校では習わないようなこととか、ままあ、学校にいない大人じゃないですかはい、はい、そういう人とこう触れ合いがあるのが楽しくてもう塾一生懸命行ってたっていう時期もあったなと思うんですよねあ,、うん、あの江川達也さんが昔言ってたんですけど「書きたいものを書くと売れなくなる」<laughs> で <laughs> えとなんて言ってたかな「64」だって言ってたんですよね。 書くべきも自分の主張は4に抑えるみたいなそれが4567って出てくると売り上げが下がるっていう感じ<ー>なんかそれが響いてこれ20年以上前の話だと思うんですけどで自分の中でも事業も、まあ、64ではないんですけど僕の中で大合否は82か91なんですけどちゃんと英語8割教えた上で2割スパイス入れるっていうかうんっていう感じですねうん、うん、でその日が崩れちゃうとあの江川さんの江川さん僕には僕の日があって塩梅ですよね崩れちゃうとなんか あいつの話は面白いんだけど役に立たねえなとか<ー>それこそ本の売れ行きは下がるとか、はい、っていう本の中にも自分の書いてる本の中にも一か二は入れてますね僕にしか書けないこととか,かと読んでると人によっては寒いって思われるかもしれないけどそれが僕のあれだと思ってるんでみたいなのはあります。んなんかやっっぱそれってこう こうやって学さんの漫画を書いてて、いろんな参考書を見比べないと気づかないポイントだなっていうのもあったりとかして、大人になってからこう客観的に学習参考書を見る楽しさというか、うん、これはこの先生しか言ってないなみたいなこととか、うん、ちょっと楽しいなと思って日頃見てますね。あなんかあの初めにっていうところにあのその作者の、うん、著者の個性が出るみたいなことも、うん、あの。 そこが大事だっていうのも学さんでも書いてますけども、そうじゃないところにももちろんスパイスはまぶされていて、うんうん、やっぱりセ先生の本をこれから読むときにそこを注目してみるとね面白いかもしれませんよね。ああなるほどね。そうですね。ですよね。<laughs> いやそうです。でも初めにもまさにそうで、はい、僕も学学習参考書業界にちょっと初めにもうちょっとみんな力入れようぜっていうのが、なんか硬い本とかそれこそ個性が出さないと思ってるからなのかなんか。 近年なんとかかんとかみたいなんか昔のんか情報番組のナレーションみたいになっててまるで魂が僕はこもってこないと思っちゃうんで初めにはすごい大事だと思ってるし僕は力入れてるし1週間かかります初めに。一日中やってるわけじゃないですけど1日2時間か3時間取り組んで1週間何回もこうそうです20回ぐらい。本当 いいだからでたまになんかこう大御所の先生いっぱい出してる先生の担当してた編集者の方が僕のとこに担当になって「関先生初めに書かれますか?」何言ってんですか?」って「そ書かれたさんがいるんですか?」って言ったら「えー、あまあいやまあ」みたいな。それは一人で一つビジネスとしては上手なのかもしれないですけど、うんえー、時間をうまく使っててみたば。 これかかるなかったらやめますよ俺なんつって。えー

世界に見えるというかトイックやってなない人かからするとなんかみんなトイックってやってるけどなんか難しい話してるってなんかゴールドジム初めて行った人みたいな気持ちで <laughs> <ー>この機械どうやって使うのみたいな <laughs> パート6って何みたいな,なんでなんでそこでちょっといやトイックって普通の英語の試験だよっていうもうちょっと明るくなろうってあともっと言えば僕らって英語大好きでもうなんか。 そういう風に思われちゃうんでいやいや僕もトイ君も辛くてしょうがないっていうのをそこに表したんですね前の日の土曜日なんてもう酒飲む気にならないし日曜起きてあやだな <laughs> まあ一回ぐらいサボっちゃおうかななんて葛藤しながらで結局時間間に合わなくなってタクシーで行って <laughs> <laughs> いやだなって思いながらずっと受けててで頑張って受けてんのにセミは泣くはチアガールも練習始めたことありますね。Go five we みたいな。<laughs> あと気持ち悪いから書かなかったんですけど雲をこってきたことあるんですよ。雲、えー。試験中に。えー、でリスニング中に。えー でまあ、男なんで別に雲ぐらい取ってことはないんですけどちょっとびっくりして「ふうふう」とか吹いてる。一緒にうちに「ふうふいてるやつ」とか <laughs> <laughs>、うん。それをちょっとそ,そっちでいきましたねこの。もっと開かれた世界なんだよトイックって。気楽に受けようぜ。ちなみに俺は嫌いだよ。大変だよって。でもちゃんとやれば点取れるよっていうのがちょうどねトイックの世界が。 みんなトイック好きな人たちだけが本出してる時期があったんですよ。でトイックって楽しいよねとか今日はイベントだとかってそれそれ美しいんですけどそういう人に囲まれた人の気持ちになってるとしんどいなって思って少なくとも僕は違ったのであんなやってらんないよねとでもやんなきゃいけないんだから一緒にやろう多分俺いいこと言うよっていうのがトイックのことでこっちは集大成なのでこれはかっこつけましたよ。 あの新英だから僕これも言おうかどうか言おうと思ってたんですけど桜井先生の佐倉先生漫画家のほかの方にはほかの方の真実があると思っててでそのご自分の観察力で見つけた真実を漫画という手段で伝えてるとでこれで歌が上手な人はミュージシャンになるし絵が <laughs> 上手な人は絵で伝えるっていう。うん 僕先週ゴホテン行ってきたんですけど、うん、あゴホにはこの世界が見えてきたんだなって顔をしながら見ててよく分かんねえな,いな <laughs> 結局何を伝えたかったんだろう、ね、<laughs> 全く分かんなかったんこんなこと言いながらねで僕には僕の英語の真実があるんでそれを参考書っていう形を通してあの僕の真実を伝えてるっていうのを新英文大使の初めに書いたんですよね。っていうこっちはテイストちょっと違うというかちょっと気取ってます。<laughs> <laughs> いろんなね本によって関先生のいろんな素顔というか言いたいことがね見えてくるのはでもどれもまあ真実でしょうからね。そうですそううでですす、ねうん